速稼塾の小です。ちょっと暗いですかね。反対になりましょうか。速稼塾の小です。今日はだいぶ放送が多くてすいませんけども、前回ですね、日本が終わっているっていうね、テーマですよ。日本が終わってんじゃなくて、お前が終わってんだよって堀江貴文さんの言葉がありました。これは私は詳しくは知らないんですけども、多分ね、長い間、十数年低賃金で働いてる方が、なんか発言したんでしょうね。40代半ばぐらいで、私はもう10年以上この仕事をしてるんだけども、手取りの給料が14万で全然上がらないんです。変わってないんです。日本が終わってるんじゃないですかって、もう日本はどこに行っても低賃金で全然ねダメじゃないですかみたいなことを言ったことに対して、堀江さんがいやいやお前が終わってるだけだよっていうふうに言ってるんだと思うんですよ。まあこれについて私の考え方なんですけども、そもそも40代半ばとか後半でね、十数年以上仕事をしてて自分の現状が変わってない、その組織に居続ける自分の変えなさがもうちょっとね終わってるんではないかなっていうふうな意味だと私は捉えるんですよ。確かに10年間同じことをしていて、もう全然自分の状況が打開されてない、良くならないってことは、そこをね、抜けていかないといけない。もしくはその自分がいる組織をもう改革しないといけない。その自分が中核にいるはずなんですよ。でもそれもせずに日本が終わってると。いや、これはね、日本が終わってるんだったら、全員が低所得者になって、全員がダメになるはずなんですよね。まあそれについてね、いや、でも誰かが、警備員をしなくちゃいけない、誰かがレジ打ちをしなくちゃいけない、誰かが低賃金の仕事もしなくちゃ社会回らないんだよっていうね、そういった言葉もあるんですよ。でそれに対して多分堀井さんは何回かコメントを出していて、私もね非常に頑蓄があるなと思ったんですけども、そういうところで働く人がいなくなればレジは無人レジになって、警備員は AI や警備ロボットがやるようになると。要するにテクノロジーがそこに入るだけだから、まあ、やらなくてもいいんだよってことなんですよ。だから人間はね、なんかね、低賃金のものを選んで働きすぎるっていうところがあるんではないかなって指摘で、私も確かにそうだなと思うところがあるんですよ。私は今自分の会社を経営してますけども、人は一人も雇ってないんですよ。で、私自身も働いてないです。要するに、パソコンの仕組みとかインターネットの仕組みが営業して、そこから売り上げを上げて顧客サポートもしてるっていうのが私の会社なんですよ。でそうすると人は誰も働いてないのに利益だけが積み上がっていくって形が今できるんですよね。で私が一人でできるぐらいなんで、多分他の企業とかね、大手企業もそういう仕組みできるはずなんですよ。でもできるはずなんだけども、やっぱりこう例えばね、まあ、警備員さんかどうか分かんないですけども、どっかのスタッフさんが働いていて、その人を一方的にクビにできないからテクノロジーが入れられないってところもこれ確かに存在するんですよね。皆さんのお近くのスーパーに行っても、レジがね8台ぐらいあって、2台はセルフレジですよみたいなところがあると思うんですよ。でも全台セルフレジでもいいってことなんですよ、それは。でもレジに働いてらっしゃる方を全員を一気にクビにできないから、徐々に徐々にって形なんだろうなと思います。で今回ねセブンイレブンさんが1000店ほどなんか閉店するのかな、そんなニュースがあったような気がしますけども、それもですねコンビニも無人でいいのに、今人を雇って経営してるコンビニを一気にね改革できないわけですよ。全部機械導入できないんですよ。残念ながらやっぱりそうオーナーさんとしても一方的に人をクビにできないっていうようなね気持ちの問題があったりとか、一気に全員を解雇してしまうと失業者が世の中に溢れかえるって問題があるんで、こういうのも徐々に変えていくしかないですよね。テクノロジーはあるのにもうすでに利権化したものがあるんで、徐々にしか変えていけない。例えば自動運転車なんて今のテクノロジーもできるんですけども、じゃあ一気に自動運転車になりますかって言ったらそうもいかないですよね。私自身も自分のガソリン車がもう4台もあるわけですから、これ自動運転車いきなり推進されても困っちゃうわけですよ。で駐車場とかタクシーの運転手とかトラックの、ね、ドライバーさんとか、それから自動車保険とかね、いろんな問題があって急にはできないんですよね。これも完全に既得権益化したものがエネルギーがあるんで、新しいムーブメントっていうのがいきなりはこう全部を変えていけないってことの一つなんですよね。さあでもね、皆さんこれから大きく世の中が変わる中で、私自身が変えることに変わることに慣れていかないと、もっとズブズブですよ。なかなか自分の現状変わらないなっていうふうに感じてらっしゃる方がいるとしたら、それはもうね変わらないことを望むような日々を送ってるってことなんですよね。変わらない日々をですよ、自分でそういうふうに変わらない日々を送っちゃってるんですよ。で心のどこかで変わりたいという気持ちね、その小さな心の叫びを無視してしまってるんですよ。だからその小さな叫びに耳を傾けて、自分の心はどういうふうに生きていこうとしてるのか、自分の人生ってのはどうするべきなのかってことが気づけるようになって、それを素直に表現していくと本当にね自由で楽しい人生が待っていると思います。そこにすでにですね我慢っていう言葉すらないんですよ。で私はそれをねなんとか自分の手に入れようと思ってやってきまして、今は本当にね大部分ではそういう問題が解決できたかなと思いますけども、でもやっぱり振り返って自分の人生を振り返ってみると、変えようと思っても変えられない
ていう現状があるのもよくわかるんですよね。でもよくわかるけども、じゃあそれで一生終わっていいんですかって話ですよね。うん、仕方なくそれで終わってしまう、うん、それもあるかと思いますけども、私は人生振り返った時にもう一片の悔いなしと、もう私今日ね人生が終わっても一片の悔いもないですね。で明日を人生が終わっても悔いがないですよね。もう全てに悔いがないです。なぜなら手を抜いてやってこなかったところと、損得抜きに自分の心に向かっていったっていうね、まあそういう気持ちがあるからなんですよね。仕方なくこうだったみたいなことは私40過ぎてから1回もないわけですよね。40までは仕方なくやってきたってことは結構あったんですけども、40を過ぎてから今47の初日を迎えますけども、今日誕生日として迎えますけども、振り返ってみてるこの7年1日たりともいや本当はこうしたいのになっていう日がなかったかなと思いますよね。うん、だからそれがね、全て燃焼し尽くしたようなその時間が私の人生を作っていく、皆さんの人生を作っていく、そんな日々でありたいかなと思います。さあ最初のコメント戻りますけども、日本が終わってるわけではないと。そうなんですよ。日本っていう国もですね、私たち40代50代を中心とした一人一人の明確な意思を持った個人の集合体として日本ができている以上、日本が先に終わるってことはないんですよ。我々個人が終わってるからトータルとしての日本が終わっていくんですよ。ということで皆さんの心に響いたでしょうか。いや響いたという方はグッドボタンとね、コメントとチャンネル登録お願いしますみたいな、これ私初めて言いましたね、こんなことね。今までね YouTube を何回やってきてもチャンネル登録お願いしますなんて言ったことなかったですね。チャンネル登録しなくていいですからね。はい、以上でございます。失礼します。ありがとうございました。